それじゃあそろそろなんじゃものバトル見たい人見たいぞなんじゃもちゃん。わしもなんじゃもちゃんの勝負見たいぞ。長澤くん、僕らも見に行こうよ。藤木くん、当たり前じゃないか。君は本当に卑怯だね。たとえスカートの中、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 あの子のスカートの中。気が狂っとんのか、サトシ。ここが発酵ジムか。あ、ネモッチじゃん。どうした、お前。ジム前の練習として私と一回勝負しとこっか。遠慮しときます。ここのジムリーダー強いから練習しといた方がいいと思うよ。練習が嫌なんじゃくて、お前が果たして俺の練習相手になり得るのかっていうことが疑問なんだよね。さあ、来るがよいよ。我の前に、フィリフスがいい、ネモッチ。さあ、何のポケモン？言わんこ、ああ弱い弱い弱いよ。ああ、なんか、眠くなっちゃった。ガブッチョ。グッバイ。あ、あいつパモを使おうとしてんじゃん。いいだろう。イケキンちゃん。食らわん食らわん。片や大人気ポケモン、片や不人気ポケモン、どっちが強いかな。あ、俺泥試合だ。うちの金ちゃんは抵抗するぜ。いや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 、いけいけ。いや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 、ミスやろ。これが最後の抵抗、金ちゃんの抵抗。いやいやいや、お前が生きるの嫌。じゃあ次は粗大ゴミだ。いけ。勝ったつもりはまだ早い。この子で逆転させてもらうよ。意義あり。うわ、なんだこいつ。あ、これあれじゃん、なんだっけ、ね、猫友の進化。あ、ネモッチのテラスタルなんかいいね。あ、ちょっと強いんじゃないこれとか。何属性になるんだろう。頭の上に何が咲いてるかだね。ひまわり咲いてるね。ゴッホ属性だ、ゴッホ属性。じゃあこっちも闇落ちさせちゃおっかな。お前の家族を殺したのはこの俺だ。あ、新しい技、ニャローテのマジカルリーフ。なんだその茶葉みたいな茶葉みたいな名前だな。美味しそうだな。食らわんでしょ。いやー、おい、闇落ち、地獄落ちるぞ。闇落ちしたマシンなら、闇落ちしたマシンでやつは天国に行けない決まりなんだ。まあ一発っしょこれで。さいなら。ネモちゃんどうだった、俺強いだろ。お金くれ。1320円か、しょっぺーな。まあガキだもんな。いやー、実りあった、いい勝負だったね。いや、もうなかなか楽しめたよ、ネモちゃん。うん、お前もうチャンピオン諦めろ。あ、なんかくれるって。なになにそれ。なんでも直し。あ、ありがとう。ただ、ネモちゃんのその単純な知性は直せなかったようだね。よし。あ、これが発行ジムか。当ジムのリーダー、なんじゃもと勝負するには、ジムテストをクリアする必要があります。発行ジムのジムテストは、なんじゃもの番組出演です。あ？ウーム通してくんない？動画配信者でもあるなんじゃもの番組に出演してコンテンツを盛り上げてください。お前、それで飯食ってる人間だぜ、俺は。みんな飲むな、どんなもんじゃ TV の時間だぞ。あ？あ、来た。何これ、ちょっと面白いな。え？はい、たまたま。あ、こいつ VTuber みたいな感じ？あなたの目玉をエレキネット、なんじゃもんじゃなんじゃもです。ジムリーダーだよ、おはこんハロチャオ。おはこんハロチャオ。はい、おはこんハロチャオ。なんじゃもこ使いこなしてんじゃん。意外と離れしてる。突然でびっくりしたかもだけど、なんとまさに今この状況。動画を世界に生配信してまーす。てなわけで僕とバトりたかったら、この番組を盛り上げてねって話。あ、そういうことね。なるほどね。ちょっと面白そうじゃん。お、なんだ？おい、やばい。おい、このジジイなんか見たことあんなぁ。お前、このジジイの冤罪でっち上げてやる？うん、社会的に殺すか。挑戦者のコアラちゃん氏には、今からこのジェントルさんとかくれんぼをしてもらいます。街頭カメラでジェントルさんを探して3回見つけられたら、ジムテスト合格。あ、かくれんぼね。うん、なるほどね。くっそつまんねえ企画よなぁ、お前これ。よし、じゃあ、探すか。あれ？待って、いたぞ。もう、お前、もう見つけたんだけど。ちょっと待って、もう見つけたんだけど。座ってるなぁ。あ、こういうことだよ。これだろ。確実これだろ、お前。お前隠れる気ある？よし、こっからさ、もう見つけたわ。もう見つけちゃうんだよ、すぐに。早いだろ、ちょっと。なんかもうちょっと難しいのさ、ちょっとやってほしいな。こいつだろ。もう溶け込めてないのよ。異物なのよ、お前は。この世界の。最後は一番難しいんじゃない？ん？
なんだ、あ、これはポケモンね。ポケモンに変装してるはさすがないか。あ、これあれじゃないの、このトレーナーじゃないのこれ。こいつっぽいけどな、俺が見るが。あ、違うよ、ここにいたわ。ここはお前わからんだろ、お前船に乗ってんの。校長だけでなく宝探しも頑張って見つけてくださいね。船の画質悪ない。この純粋のおかげでチャンネル登録者数はシビルトンの上りじゃなくて事務テストクリアだ。いや、白熱したゲームに全世界の皆の者も大興奮だったぞよ。喋り方どうにかならんのかてめえ。ピッピッピー、コサちゃんからやってきました。コラボお願いします。メントスコーラしてください。メントスコーラ、メントスコーラお願いします。皆の者、準備はいい？なんちゃもちゃ、おつもしょう。あなたのメタボエレキテット、何者なんじゃ。なんちゃもです。おはこんはろちゃん。なんちゃもの、どんなもんじゃ TV の時間だぞ。なんちゃもちゃん、頑張れ。なんちゃもちゃん、頑張るんじゃぞ。本日の挑戦者種は、飛ぶ回転、落とす勢いのコアちゃんした。イエイイエイ。でんでコアちゃんし、今のお気持ちをどうぞ。おとらむこともお姉様、ごきげんよう。ゴールだ。ははん、言うね。インフルエンサーはこうでなくちゃ。いや、挨拶したわけだけど。それじゃそろそろ、なんじゃものバトル、見たい人。見たいぞ、なんじゃもちゃん。わしもなんじゃもちゃんの勝負見たいぞ。長澤くん、僕らも見に行こうよ。藤木くん、当たり前じゃないか。君は本当に卑怯だね。皆の者も待ちきれないってさ。あ、エレキン氏、ありがとう。ブンブン、ハロー、なんじゃもちゃん。なんじゃもちゃんに、5万円、赤スポしました。イエイ。あ、じゃあそろそろ行ってみよう。挑戦者の実力はどんなもんじゃ。さあ、てめえのチャンネル炎上させようぜ。来てみ、なんじゃも。はい、で。あのよえグッバイ、あのよえグッバイ、あのよえグッバイ、さよなら。あのこいつ、おい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 、キモポケ同士の戦いですか。いいでしょう。ジャイロボール、お見舞いしてあげましょう。うわ、全然勝ってこいつ。なやこいつ、なやこいつ、つえ、え、待って、こいつバカ強いわ。え、ちょっと待って、バカ強いぞ、こいつ。いけ、ババアサシバ。ドクドクギバ、いけ、ババアの、きったねえ歯。よし、ナイス。ババアのきったねえ歯には、金が詰まってんだぜ。なにこいつ、充電ってやばいんだけど。うわ、え、強い、こいつ。いけ、絶望。ちょっとやべえって。こいつ、ドレインチース。ドレインチースしとけ。よし、ナイス。よーし、アップねー、つえー、ちょっとやばいな。次はルクシオ。ルクシオってどういうやつ。わー、こいつか。強いよー。くえー、負けない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 。あー、でもいけんな。いけるいける。あ、いけるいけるいける。やっぱクラベルジュニアだわ。負けない、負けない、負けない、負けない。よし、ゲゲちょっぴりピンチかも。皆の者、僕への応援してして。頑張れ、なんじゃもちゃん。頑張るんじゃぞ、なんじゃもちゃん。なんじゃもちゃん、頑張って。いでよ、ひらめき豆電球。なんじゃものそういうことから見せちゃうぞ。ちょっと待って、ちょっと大きいの入ってなかったか。なんじゃもちゃん、大丈夫か。うわー、こいつも照らしたるか。うわー、頭でけー。頭どうなったんじゃい。強いかな。よし、俺もだ。やめ落ちろ。クラベルジュニア、お前のお父さんはクラベルではないのだ。結構今回は真面目に難しいわ。結構ギリギリの戦いかもしれん。うわー、嘘だろこいつ。うわ、やり方が汚いよ。なんでそういうことすっかな。え、ちょっと待って、ちょっと待って、やべえかも。これ今回マジで負けるかもしんねえ。ちょっとこれは、ネタ知らんねえわ。ネタ知らんねえガチのやつだぜ、俺今回。やべえ。あぶねえ。ちょっと待って、やばいよ。俺これほんと負けっかもな。これがどれぐらい当たるかによるわ。
だけ実は。いけるな。俺の勝ちだ。俺の勝ちだ。やべえ、これ当たる、当たってくれ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 。うわこれが登録者数の差じゃ、なんじゃもう。おめえ登録者、どうせお前、まだ2万人ぐらいの駆け出し YouTuber だろ。な、まあ、こっちな、YouTube もう8年以上やってんじゃん、配信者として。お前やってっか ?8 年以上も同じこと続けられっか君のきらめき1000万ボルト。あ、来た皆さん、まさかの、今回の動画で、俺のゼツちゃんが、鳥を務めるとは。絶望、お前気持ち悪くなっちまうのか。マジか、お前可愛いだけが取り柄だったんだから。マジでゴーリキみたいになる。あれ、ちょっと待って、お前なんか、あれ、なんかまともな可愛いヤマンバみたいになってない。おい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 、ちょっと待ってくれよ。まだこいつ多分3段階進化だから、3段階目に期待しよう。だからお前ここまで頑張ってくれてるけど、もしかしたら3段階目でもう別れなきゃいけないっていうのは一番やっぱ精神的に辛いとこだから、多分そういう辛いところを俺の視聴者たちはみんな見てんだよ、俺が悔しがるところ。でも俺は期待してるから、まだお前の名前は覚えとけ。絶望だ、中野ちゃん。中野ちゃんから殺しちゃんになるかもしんねえからな。あ、なんじゃもんじゃん。おめえ忘れてたわ。勝利者のは挑戦者のコアちゃんでした。なんじゃもちゃん。なんじゃもちゃん、かわいい。藤くん、あんまりそういうことは言わない方がいいよ。というわけで、バズりまくりのこの僕、なんじゃもに、勝利したコアラちゃん死にはお前、中身男の VTuber だろ、実は。中身大きいのだろ。ジンバッジをプレゼントしちゃうぞ。皆のものをスクショタイムじゃぞ。脳内フォルダに焼き付けるんじゃ。おい、本性出てんぞ。お、やったー。おー、ここで一番可愛いのコイルじゃねえかよ。わしらの熱いバトルにビリビリっと来た人は、チャンネル登録よろしくお願いしますじゃぞ。コアラズゲームショーのチャンネル登録だな。今チャンネル登録しないお前だよ。あなたの目玉はエレキネット、エレクトリカルストリーマー、何者なんじゃ。大木戸でした。もう隠す気ないだろ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。またね。よし。